はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエスト9続きやっていきたいと思います。ですね、前回ですね、このね、ボッコさんの装備見たらわかるんですけど、このね、神話の鎧、最強装備ですね、これを手に入れることできました。あとね、指導を倒してローリッシャー装備ね、全部手に入れたので、とりあえずね、あと指導は、まあ、99まで上げればいいのでね、落とすアイテムを全部拾ったので、まあ、そんな感じで進めていきたいと思うんですけど、このね、不滅のズボンとかもね、まあ、大成功したらね、進化するので、この永遠の盾もね、まあ、先は長いんですけどね。ということで、魔王もね、均等に上げてるんですけど、今ストーリー的にどういう感じかと言いますと、まあ、ここもやっていいんですけど、今現在ね、あと水の地図と氷の地図ね、まだ全部最後までいけないかなって感じで、その後にあのグレーナルのね、まあ、地図、グレーナルツアー2018でもやろうかなと思ってるんですけど、その前にね、まあ、この装備を取る前にいくらかね、地図手に入れたので、ね、そこをね、攻略しようと思います。もしかしたらいろんな地図あるかなと思うんですけどね、まあ、回ってみてなければデスタムーア行こうかなと思いまして、はい、デスタムーアの落とすアイテムなんですけど、前回のね、指導がね、レベル1から3までしか落とさないアイテムが、まあ、レベル41からね、また落とし始めるとか、そんな感じだったんですけど、まあ、レベル1から3がね、レイドッググローブでね、4から8までもレイドッググローブでね、落とすパーセンテージが 25% まで上がる感じなの で、その次レイドッグの服を落とすんですけど、レベルね、26から40、まあ、レベル25までがね、レイドッグの服で、まあ、それ以降だとまたズボンになるんですけど、そのね、ズボンまではね、なんとか手に入れることはできると思いますけど、レベル上げなければね。で、その次に落とすアイテムがレベル69からなんですよ。なんでそこまでね、上げるんでしたら他の魔王も上げなくちゃいけないので、とりあえずね、レイドックの服まで取れればいいかなとか思ってるんですよね。そしたらね、今の上げてるのとちょうどいい感じになりますので、まあそれは最後時間あればやろうかなと思うんですけど、とりあえずね、宝の地図なんですけど、まあ見つけたのがこんな感じなんですよ。86とか全然自分入ってないので、ここら辺もしかしたらいいのあるかもしれないんでね、6個、この60から調べてみて、まあ、いいものがあればね、これは分かりやすいですね。これはエルシオンの上ですね、まあ、こんな感じでもう大体はね分かるんですけど、たまにね、あれどこだっけってなりますけど、まあ、よーく見るとね、分かるような感じなんで、ね、決められた地図がね、まあ、どこに行くか分かんなく、ランダムな感じなんで、まあ、入ってみて、ね、美味しそうな地図だったら行こうかなみたいな。あ、また加工だ。一回でね、地獄車でしたっけ？あ、いるかも。いれば、ちょっと美味しい地図かもしれないんで、回ろうかなと思いますけど。あ、いますね。ちょっといい地図かも、これは。まあ、こんな感じでね、回ってるんですけど、まあ、ここも今ね、ちょっと回ろうと思うんですけど、今までね、ここ見つけるまでに回ってきたのこんな感じでした。不審のブーツ。あ、メタスラの盾。はいとね、まあ、こんな感じで回って手に入れた地図でしたけど、ここね、先ほどですね、先ほどの地図です。3階まで来たんで、3階から宝を起こってるので、お、いいね、やっぱメタルキング。いいものがなければもう全カットします。まあ、こんなね、銀貨とかね、普通にあるので、これ全部メタルだったらいいけど。まあ、メタル率は、まあ、お、
あ、ちなみにメタルが出てもあまり嬉しくないけどね、レベルが99なんで、もう逃げるまでずっと自分こういう時は盗むってやります。またね、転生してレベル1とかなったらメタルキングとか倒してね、勝手に上げてるんですけど、これ自分こういう感じでね、上げてますんで、もう嫌でもね、99なるんでね。最近ドラッグ A4 とかもレベル上げやってたんですけど、こっちの方がやっぱ上がりやすいんですけどね、時間的にはやっぱこっちの方がかかるかな、99まで上げるのは。はい、何も盗めないね。まあ普通なんでね、スライムの冠盗めると嬉しいんですけどね。あ、ちなみにですね、まあ、ずっとね、言おうと思って忘れてたんですけど、このスキル振り分けで、スキルのパッシブが841あるんですよ。で、なんで振らないんだって話なんですけど、振ると、これね、技使うとき、戦ったときよくわかるんですけど、まあ、一回戦いますね。例えば、主人公にめちゃくちゃ振ったとすると、この特技とかでね、今この25ページあるじゃないですか。で、1ページでこの4つありますよね。だから 4×25 なんで、これがもっと増えちゃうので、使いたい技がね、すぐね、表示されないっていうね。だから、応援なんか一番後ろにあるからいいんですけど、主人公よく使うんでね。1、2、3、4、5、6、7、8。まあ、盗むがね、今ね、左8回押したら表示されるんですけど、これがね、また遠くなったりすると、まあ、効率が悪くなんで一番最後にやろうかなと思うんですけど、確か999パッシブ最高だったと思うんですよね。まあ、そういうことも考えて自分は振ってない感じなんで、今使うもの以外は、特に振ってない感じです。パッシブの一番下のね、魔法とか、他の職業でも活かせるものは振ってるので、でも今でも十分強いんでね。まあ、その職業を上げる時でも振ればいいかなと思ってるんですけど、だから転生する時にちょっとね、調節して振ろうかなと思ってます。だから今現在は特に振ろうかなとは考えてないので、どっちみちね、最強装備とかも集めたいので、まあそうなったら、ね、また大成功とかのパートもできるでしょうし。お、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 お。こういうのは強いよね。銀貨。ああ、まああんまりのないですね。ヘパリトス。今、死神の首飾りだったよね。そろそろ9階なんでいいもの出てきてもおかしくないですよね。あ、武神のリスト。武神のリストも別に低くはないんですけどね。あ、ちなみに、まあ、某有名なね、まあ、もうね、結構名前出てるんですけど、川崎ロッカーの地図とかね、いろいろあるじゃないですか。あんなんとかだとレアなのものがね、いっぱい手に入る宝とかなんですけど、お、これもいいね。ああいう宝だと、なんだろう。まあ、開始からね、何秒以内に開けると何が入ってるみたいなね、なんかそういうのまでね、解明されてるみたいでね。あと、裏技でね、よく最近名前出るのが、ホイミテーブルとかね、乱数を調節して、まあ、なんだろうね、入ってるアイテムテーブルとか、錬金をね、大成功させる裏技みたいなのがあるんですけど、まあ、ちょっと有名なんかな、まあ、そんなのもあるんですけど、自分ね、それね、使わないんだよね。と言いますのが、なんで使わないかと言いますと、まあ、大変は大変なんですけど、まあ、その方がね、いつなんだろう、最高装備とかね、手に入るかわからないっていうね、そのワクワク感をね、まあ楽しんでやってるっていうね。多分それ使ってたらもう多分実況ドラケナインは完了してると思うんですよね。もう全部手に入ってると思いますね。ただ使ってないからこそね、こうやって遊べるっていうのがありますんで、まあ決してね、その使ったからいいとか使ってないから悪いとかね、使ってないからいいとかそんなんないので、それは個人の遊び方なんで、ね、だから肯定も否定もしないですよって感じですけど、自分は使わないですよって感じですね。よくね、あ、使わないですかってコメントくるので、まあ裏技とかそういうのは使わないです。ただゲーム内でね、装備品によって、まあ、裏技並みにアイテムが取れる装備とかあったりするんですよね。まあそういうのは、まあ、ゲーム内にあるものなので、あるものはもうふんだんに使っていこうかなと思ってますので、もうちょっとしたら効率は良くなると思いますね、さすがに。まあそれを手に入れる前に、まあ、使えてしまう裏技みたいな感じですね、先ほど説明したのは。
なんせもう一つ理由がありまして、まあ、使わないは使わないんですけど、やっぱね、実況をやっててね、裏技はちょっと使えないかなと思いましてね、そういうのはね。どのぐらい入ったらどんぐらい手に入るかなって検証もしたいんで、まあそういうのもありますね。ということで、ちょっと回ってみて、まあ、全部、魔王までいけるかな？地図見つければね、まあ、地図は別に次回入ってもいいので、とりあえず魔王を均等に上げてから、まあ、地図探索でもいいですよね。地図は逃げないんでね。魔王も逃げないですけどね。お、これ7か。12階なんでね。やっぱ結構深いとこ、ありますね、これね。昔ね、これ、自分初見じゃないんですけど、まあ、初見じゃなくてね、昔プレイしてたんですよ、発売当時ね。で、その時にもう一回大成功の装備とか自分作ってましたんで、まあ、全部はね、コンプリートはしてないですけど、ある程度はね、作ってたんですね。で、そっからずっとやってなかったんで、まあ、今になってやり始めてね、思い出しながらやってるんで、ところどころ忘れてて、まあね、まあ、ところどころ忘れてるからこそ、まあ、面白いものってあるじゃないですか。まあ、そんな感じでやってるので、だから川崎ロッカーの地図とか、正行の地図とか持ってるんですよ、十分。持ってるんですけど、まあ、レベル上げとかね、それでやったら、まあ、今のね、半分ぐらいの時間でレベル99になったりするんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、効率はいいですよね。で、まあ、それやった方がね、配信早くできるじゃんって話なんですけど、逆にそれ使っちゃうと、もう夏ね、暑くてクーラーつけると、一回つけちゃうとね、またつけちゃうじゃないですか。我慢できなくて。それと一緒で、もうずっとなんかそれ使っちゃいそうなね、気がするんで。配信じゃなかったらいいんですけどね、さすがにちょっとそれは、まあそうだね。まあそれが決して悪いことではないと思うけど、配信でね、はい、配信っていうか、配られてるような地図なんで、別に裏技で手に入ってるような地図じゃないんでね。それはそれでいいんですけど、まあ今回はね、本当に自分の手に入れた地図だけで、自力でね、裏技とか使わないでね、コンプしたいなっていうね。まあちょっと物好きなんですけど、まあいつも自分そうなんですけどね。そういう願望があるんで、まあ、半分遊びでやってますんで、そこはね。まあ、そこが、なんだろう。まあ、RPG の楽しみでもありますし、自分の中で勝手にそう思ってるんですけど。まあ、裏技使ったら使ったでね、それはそれでね、楽しい時もありますしね。だから、それはもう個人差なんでね。ただ勘違いしてほしくないのは、別に裏技を否定してるわけじゃないんですので、そこはね、別に使っちゃダメだとか、そんなこと言ってないのでね。まあそういう方もいますし、使わない方もいるんで。まあそういう話ですね、自分言ってるのは。でも確かにそういうのを使うとアホみたいにアイテム取れるんでね。まあ本当に歯がゆくて、どんどん大変だなーとか思ってる時ね。やっぱ使っちゃいがちですけどね。まあそれはそれでいいと思いますよ。あるんであれば 自分否定しないんで、それは。あれ、14回なんか久しぶりに見た。あるんだ、14回。なんかよく言われるのが、裏技使わないで全部集めるのすごい大変ですよ。大変ですね。頑張ってくださいって言われるんですけど、本当にね、身を染みて分かってますのでね。この実況半年やってるんで、よくよく考えると。まあ、そんぐらいかかりますよね。しかも、個人でやってても結構かかりますね、これ。配信だから余計かかってるだけであって、他のゲームもやってますし。だからドラクエ9は不定期で、もうね、出来上がったら配信みたいな感じでやってますんで。まあ動画出すたびに、まあ出す合間に、まあこんな動画があればいいかなと思ってやってますんで、ね。やっぱ終わっちゃうより長くね、いろいろ見れた方がいいと思うんですよね。まあただ何が言いたいかというと、別に裏技を使えって言ってるわけでもないし、使うなって言ってるわけでもないしね。まあ個人の自由なんで、そこは。肯定派でも否定派でもありませんよってことなんでね。まあ個人的に言うと、あんまおすすめはしないかなーっていうね。お、着いた。珍しい。黒竜もあるね。よくも私を不意にしたな。久しぶりに来たね。天宮の宮殿は私のものだ。この世界も生き物どもも皆私のしもべのはず。失敗作の人間が地上の王様気取りだと許さぬ。
一飛びで空へと戻り、すべてを滅ぼしてくれるわ。これもね、一番簡単な地図のとこに出てくるんで、一番最初もらった。まあそこの方が効率はいいですよね、これね。こやつに限っては、まあ頑張れば一旦でいけんじゃないかなって感じはしますけどね、どうなんだろう。おぉ、ボッコさん輝いてんね。まあ、間違いなく超えてきましたけどね。まあ、地図が入るんでいいですけど、自分としては。特にレアなものは入んなかったんで。ああ、コテ入るんですけどね、ここね。お、イカレリア悪霊地図71。いいね。こんだけ書いてこう。もうね、ここまで来ると、ボスがね、もうランダムになってるので、何が出てきてもおかしくないんですよね。グレイナルの地図だったら後でまとめてやるので、グレイナルツアーやるんでね。2018、どれがいいんだろうな。あったあった。さあ来い。よし来た。イカれるアクリオン凍土、よっしゃ来たね。どうしようかな。ここちょっとちょっと回りたいってのがこれですね。176番目、ヤハンチッチの、ヤハンチッチだって、ヤハンシッチの封印の井戸にいるマホアルにヘルビーナスの怒りを小瓶に集めてと頼まれた。ヘルビーナスにマークされる戦闘を10回行ってみよう。現在0回マークされている。だからマークされなくちゃないから、マークされて倒せばいいんだよね。マークされたのが倒すのかな。だからこう氷のとこにいるので、それだけ取っちゃうか。で、この地図の奥は、また今度、やろう。まあ、それはそれでいいんだけど、宝もね、手に入れたいので、こことね、あとデスタムは一回戦うか、一回に試したいなんだよね。あれ、マダンテどうなんだろうと思って。全員があのマダンテ打ったら倒せんのかなとかね。できればこの凍土で新たな発見はしたいけどね。5回。でも、モンスターの出がそんなにいいものでもないから。でも、まあ、聖者の灰が入ってる。どうなんだろうな。はい、とりあえず5回まで来ました。ヘルビーナスが出るんであれば出ると思うんですけど。あ、いや、そう。あんまりいいものでもないな。あー、でも、モンスター的にそんな大したことないので、あんま、まあ、凍土は嬉しいんだけど、ちょっと自分の思ったレベルの凍土ではないかもしれない。アイスビックルが5回でいる。まあ、こんなもんだよな。もうちょい、いいものは欲しいけどね。ただ、久しぶりに見たね。これ 10% なんですよね、出る確率ね。あんま、おー。あんまレアリティ的にもなんかそんな良くないような気はするね。まあ、さーっと回って、ちょっとデスタムーア見たりするのがやっぱりいいかな。一番最初落とすアイテムだけでも取っとけばね、気は楽ですからね。実況とかね、やっぱゲームもそうですけどね、プレイヤーの数だけね、やり方はあるのでね。だからもう先ほど言ったようにね、その、裏技使ったりも個性なんで、別にね、それは否定はしないんで、あんま自分比較的人のやり方に何も言わないんですよね。その人のやり方なんで。だもう逃げまくってね、全クリする人もいますし、ね、自分みたいに絶対逃げない人もいますし、ね、だ人それぞれなんでね、まあ、こうした方がいいっていうのはね、やっぱ効率あると思いますけど、こうしなくてはいけないっていうのは絶対ないんでね。だからもう自分ね、やっぱ好きなようにやんないと嫌々になっちゃうので、まあ、好きなようにプレイしますよってそういうことなんですよね。こうやっぱ人のやり方だとね、結局、なんだろう。その人のやり方になっちゃうんですよね。プレイも。だから、それやることにより、結果もね、全然違うものになってきますんで、自分のやり方じゃないんでね、先に想像してたものと違うような感じになりやすくなっちゃうので、そうするとね、やっぱ動画も長く続かないんですよね。だ長く続けるコツは、やっぱ自分のやりたいようにやって、やりいいようにやればいいのかな。やりやすいようにやれば、続くと思いますね。
こんなもんか。はい、9階に来ました。そろそろ出てくんじゃないかな。ヘルビーナスいてもおかしくないですもんね。あ、ここでフロストギズムか。どうなんだろうな。13階存在しましたね。でも地図レベルはそんなに高くないです。お、もういいもん。そことか、ここはさすがにもう出てくるんですよ、ヘルビーナス。あ、いたいたいた。これですね、これを、え、これどうすんだろうな。まあいいや。このスポットライトを使えば2人抜くんじゃないかな。この状態倒せってことでしょ。何も起こらなかった。なんで？あとは、まあ、こんなもんだよね。スポットライトとか口笛ぐらいしかないもんね。なんかあんのかな？まあいいや、いろいろ試してみよう。ああ、口笛だね。何それ、そんなん持ってんの。ああ、まあ、一応怒るっちゃ怒るんだね。口笛は怒らせて、スポットライトは怒りを自分に向けんのかな。怒ってる状態だもんね。やっぱそうだわ。あ、でもそうなんかな。まひんね。怒りの矛先全部主人公に向いてますけど、これ倒しても怒った状態になってるよね。だよね。え、マークされた。これまでに合計で1回ヘルビーナスにマークされた。マークされた。マークされたってなんか違うのかな。あ、まあいいや。今とりあえず怒ってる状態ですよね。これでいいんだよな。あ、1回の戦闘でか。1体にマークされた戦闘じゃない。10回戦闘マークされればいいんだ。だから1回の戦闘で2体マークされても意味ないってことだよね。1体だけマークすればいいんだ、じゃあ。そういうことね。10体にマークされるじゃなくて、10回の戦闘をマークされるってことか。そういうことだよね。これちなみに他のキャラで倒してもいいんだろう。マークされてるからカウント的には何体倒しても1体だけど、そういう戦闘があれば他のでとどめさせても OK ってことだもんね。とどめを刺すっていうか、そういうのなかったもんね。そういうことだ。とりあえず口笛でピーってなってね。あ、びっくりした。なんか珍しいとったと思う。スライムトレーか。あれも売ってたっけ。あれここでしか手に入れた記憶ないんだけど。レア度は低いですけど、なかなか出ないですよね、トレイもね。ヘルビーナスは、ちなみに宝の地じゃなくても出てくるんですけど、出現率はそんな高くないですね。ああ、これいいもんだ、金貨は。あ、ちょうどいいわ。まあ、さっきスポットライトとかいろいろ入れたからちょっとわかりづらかったけど、口笛吹いてマークされて、ボッコさんが倒しても、他のキャラが倒しても、一回の戦闘になったんで。
まあ、こういうことですよね。まあ、これでね、10体目なんですけどね。まあ、10体目っていうか10回の戦闘ですよ。スポットライトってまじまじと使ったことなかったんで、怒りの矛先をそういえば向けるって書いてますもんね。口笛は怒り状態にするのかな。とりあえず10回。あ、ちょうどいいわ。何がいいんだろう、ここ。2% 落としたらいいけどね。あ、レパルド。レパルド、アイスホースか。氷のとこにいいのにね。これ氷弱点ですよね。確か。応援。休み効果無効になるね、装備品もね、コメントいただいてね。まあ自分それ知らなかったんで、まあそれ装備したら、休み攻撃打てなくて済みますよって話なんで、レパルト戦にはいいみたいですけどね。凍てつカードはちょっと導入にならないんですけど。これ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 。これがね、すごいうざいんで、まあこれをね、防げる装備があるって話なんですね。いけ、ボッコさん。ああ、かけるのいいだけどね。ちょっと食らわしてたから、一回しか食らわなかったね。おお、いいね。ちなみに、勝利の鎧のね、手に入れたの、どこのパートですかってコメントあったんですけど、配信者ですけどね、自分ね、さすがに、100何パートも出してんでね、どこで取ったか覚えてないので、まあ、勝利の鎧っていうぐらいなんで、100ぐらいじゃないですかね。ちょっとわかんないですけど、そのあたりだったと思うので、多分サムネに勝利の鎧取ったみたいなの書いてあったと思うんですけど。ただね、ちょっとね、ごめんなさい。ちょっと100件ぐらいコメント来るので、まあ個人で調べていただければありがたいです。そこら辺はね。ですね、とりあえず全員賢者にしたんですけど、こういうことですね。パッシブがめちゃくちゃあるんで、杖装備時が最大 MP が増えるのか、これ。マックスにはしないようにしてんだけどね。と言いますのが、これでデスタムーンは行ったらどうなんだろう。装備品ちょっと変えよう。さすがに。レベル99まで上がってるんですけど。デスタムーアの地図なんですけど、一回倒してるんでね。ここなんですよね。あれ?こっちか。こっちだ。まあ、キラキラ光ったわけでもいい。後であれは、回収しますけど。とりあえずね、賢者4体できたら、違うんじゃないかな。ほほほ、黙って遊ばせておればいい気になるよって。そろそろわしの方からお前たちを潰しに行こうかと思っておったところじゃ。さあ来い、虫けらども。お前たちがどれほど非力で不完全なものなのかを嫌というほど思い知らせてやろうぞ。このデスタムアこそが生きとし生ける者どもの王たる存在だということな、ということで。MP がこんだけあるので、どうなんだろうな。ちょっと呪文でね、一応マダンってあるんですけど、これ全員撃ったら倒せるのかな?あ、こんだけ行くんだ、1125とかね。でも使った後大変ですけどね。腕ぐらい倒せんじゃないかな。さすがにこれで腕落ちなかったらまずいですもんね。OK。右手を倒した。さすがにまずいもんね、これね。まあいいや、回復してるから、とりあえず呪文は無心攻撃打てんだ。まあそうなりますよね。だイオグランデとか連発で打ってから、まあなんていうのがいいかな。いろいろやり方はあるけど、まあいいや、とりあえず攻撃して回復しないといけないな。おお、危ね。もう吸収も何もないわ、こんなの。そう
うか、4人使って腕落ちるか。なるほどね。とりあえず危ないから回復しとかないといけないから、ベホイバまで使えるのかな、ベホイムまで使えるのか。普通にドルクマとかでも強いね。最初にちょっと強い呪文で連発しといて、2ターンぐらい使ってからマダンってのがいいかもね。そうしないとこうやってね、消耗するもんね、どう考えてもね。腕はじゃあ3000、4000くらいあんのか、HP が。まあ、あとはもうちょこちょこ削ればいいので。この回復していくシステム、素晴らしいよね。なんか、まあこんなもんか。ってことは、いけんな。まあレベル2だからこんなことできんだけどね。いちいちエルシオンまで戻って寝て回復しなくちゃいけないっていうのがね、おっしゃ。何もうボッコさん最高。これイエローオーブかな、落とすの。ちょっと待った。どのくらいだろうな。服とトン、次の服までか。そこまで次落とせばいいかな。エスタークとかできるもんね。これだけちょっと3体いるのでね。先にやっぱ周り、腕を倒してから、でもいいもんね。まあ、いろいろやり方あるんでしょうけど。これ4発でマダンと1発分の威力あるもんね。腕がある分、他の魔王よりちょっと面倒なんですよ。1体の方がね、多少強くても自分戦いやすいんでね、ある分。これでマダンテ連発すればいいんじゃないか。とりあえずボッコさんあたりだけ残しておいて、自分回復用に残しておいて。それで腕は倒したでしょ。まあ2回使うとやっぱり1000ダメージはいかないんでね。あ、待った。あ、そっか、変じゃん。あ、でもあれで全開するもんね。殺技で。まあ、マダンテ使うとまあ、いけるけど、まあこういうことは起こり得ますみたいな。だからやっぱ自力で全開でいくしかないのか。一人回復で3体かね、ずっとね、呪文でもいけるかもね、それだったらね。右手タッチを倒したところ。あ、なるほどね。あとはもう、まあしょうがないけど。こうなってくると僧侶1体入れて3体がまだなんてぶっ放してもいいかもしれないね。まあいろいろやり方あるけどね、やっぱボッコさん、ハヤブサの剣で真ん中攻撃すればか、こういう時は。そうだ、そらそうだ。無心攻撃って頭にあるからいけないんだね。あと腕一掃すればいいんだもんね。だってね。ただ回復しに行くの面倒なんで、やっぱりいつものやり方の方がいいのかな。
まあ、いけなくはない。ドルマドンの方がいいのかな、逆に。どうなんだろう。まあ自分で検証しますんで、そこは。多分これ、この動画出てる頃にはもう、デスタムーアの収録は終わってると思いますので、まあアドバイスとかあると思いますけどね。まあ、適用されなくても無視してるわけじゃないんで。ちなみに今回、収録した分はよくね、レベル上げてるところとかね。まあそういうとこも見たいですってのあったので、まあそれレベル上げてるところではないですけど、本来だったらね、この賢者の今の、あ、どうやったらデスタムーアにダメージ出るかなとかね、マダンテどんぐらい効くかなとかは、カットして自分でね、試してね、実戦で収録するとき試してるような感じなんで、そこを収録した感じなんで、例えばこれよりね、こういう戦い方ありますよって、例えば言葉いかだいただくと思うんですけど、もうこれ出てるときには、次の次ぐらいまで下手したら収録してますので、まあそれはね、まあ自分なりにやりますんで、よろしくお願いいたします。ということで、お主のことは覚えておらんか？お主がわしの小瓶を持っておるのはよくわかるぞ。覚えてんじゃねえかよ。お主の周りはあの魔女たちの激しい怒りが渦巻いておるからの。その小瓶をわしに渡すのじゃ。人間が持っていても意味がないからの。わし小瓶は出せますか？いいえ。なんじゃ、お主。今さっきわしに向かって何と言ったのじゃ。思い出せぬ。ダメなのね、やっぱりね。はい、結構結構。小瓶の中で魔女の怒りが燃え盛っておる。これを飲めば。はい、魔法あるわ。怪しい小瓶の中身を飲みました。真面目にこれ何かだったの。ふぐ、ぐわーぐわー。ええ待って、ビュアルなの。激しい怒りの魔力によってわしはついに本当の姿を取り戻したぞ。この井戸の封印などすぐにでも破ってくれるわ。じゃがその前に、わしの復活を記念し、お主を血祭りにあげてやろう。誇りに思って死ぬがいい。死ねえ、ドル。わ、忘れておる。呪文を何一つとして覚えておらんぞ。そもそもわし、なんで怒っていたのじゃ？うふむ。今一瞬びっくりしたんだけど。何かに怒っていたような気がするが、忘れてしまったわい。最近物忘れがひどくての。しかしお主に親切にしてもらったことだけはおぼろげに覚えておるぞ。親切利用して殺そうとしたくせによく言うわね。お主にこの地図をやろうかの。何の地図か、どこを示しているかはもう忘れてしまったがの。しまった。よかった。でもしまった。よかった。オルゴデミーラの地図。新しいの入ってしまった。ちょっと地図埋めようか、次回ね。デスタムーア、エスターク、ゾーマン、オルゴデミーラってまだやってないもんね。それにしても何か大事なことを忘れとる気がするが、まあええわい。こういうクエストあったんだ。なるほどね。デスタムーアやっといて正解ですね。とりあえずいろいろね、今回ね、ちょっとね、まあ本格的にデスタムーアに、まあ行く感じではなかったですけど、行こうかなとは思ってたんですけどね。まあレイドックグローブ手に入ったので、とりあえずはね、レベル8までは一安心なので、まあ、まだね、デスタムは弱いんで、いろいろね、遊べるっちゃ遊べるので、あれレベル上がってくるとこう簡単にはいかないので、まあ、どの方がいいのかなとかもありますんでね。ってことは、貯めるとかね、山彦の悟りとかいろいろ必要になってくるであろうから、ちょっと次回ね、今の戦いを見てちょっと学んだことがあるんですけど、どれだっけな。これだ。持っていると、悟りの奥義。これ確か味方にもかけれたと思うんで、これを、花子さんに持たせておいて、さあね、奥義使えると思うので、剣じゃなくても使えたもんね、これね。で、これを味方の、例えばまあ、いつもの歌、貯める応援を、今度は桃子さんにやって、で、桃子さんは早いから、自分に山彦の悟りさえしてやればいいのかな。待てよ、早いから、まあ手ぐらいはいけるかなと思ったけど、まあ、エオグランで一発ぐらい混ぜておけば両手倒せますんで、あとはね、まあ顔の時なんですけど、まあ自動回復があるので、まあギリギリいけますけど、今ね、低レベルのデスタムーアだったからこんな簡単にいけましたけど、高レベルになってくると絶対こんな簡単にいかないんでね、今のやり方だったら間違いなく全滅しますんで、
まあ、今しかできない検証ですね。ということで、これから戦っていくにつれ、だんだんレベルを上げていくので、まあね、あの戦い方、その都度その都度レベル上がってくると、やっぱり変わってきますんで、まあ、普段ね、通用したものが通用しなかったりしますんでね、まあ、そこを踏まえ攻略していこうと思います。まあ、こんな感じでね、自分のね、動画だともう本当にね、紙プレイとかじゃなくてね、検証したりとかね、もう遊びながら配信してますので、まあ、そういうスタイルなんだなと思って見ていただければいいと思います。ということで、今回これ終わりたいと思います。まあね、こんな感じでね、だんだん進めていきますので、いろいろ地図も入っていきますんでね、またね、遊べる範囲増えていくと思います。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。